皆さんこんにちは。このチャンネルをご覧くださりありがとうございます。私の着物生活の一端をどうぞご覧ください。着物は私にとってのおしゃれ着ではなく普段着なんです。急に寒くなりましたので綿入れ斑点を引っ張り出し川越木綿の着物を着ています。また寒さ対策のために襦袢代わりに浴衣などを重ね着しヒートテックなどの下着もたくさん着ています。これで風邪をひかないように注意しています。果実所用で外出したついでに普段は立ち寄らない有馬温泉や六甲山山頂雪が降る前にとちょっとドライブしてみた、その様子も合わせてご覧ください。最後までこの動画をご覧くださりありがとうございます。楽しめましたら感謝です。